不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。田村亮太先生の不動産大学。うちの会社情報違反やってるんじゃないですか、へー。ということで、このチャンネルは完全独学で心としたことった元上場企業のトップ営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、最近コメント欄の方に実務に関するご質問なんかをですね大募集しているんですけれども、そんな中ですね、うちの会社もしかしてこれって業法違反やってるんじゃないかなっていうふうにちょっと疑った方からですねコメントをいただきまして、それについてちょっとやっていきたいと思います。これですね、業法違反かどうかというのは宅建の知識をですねちゃんと覚えていればわかる話なんでございます。今日ご紹介する方はですね、おそらくですね、宅建試験に合格して宅建士登録をこれからする方だと思うんですけども、おそらく実務経験を証明するためにですね、会社側の方にですね、いろいろ話をしたところ、実務経験と認められなくて登録実務講習を受けなければならなくなりそうな方からのご相談のコメントでございます。それを踏まえてですね、ちょっと聞いていただければと思います。こちらです。いつも楽しく見させてもらってます。ありがとうございます。パートだからと従業者証明書作ってもらえなかった組です。実務でどんなことをしているかというと、土地の購入の仕入れに関する調査を水道局や市役所に行ってしたり、仕入れに関する35条10節37条契約書の作成をしたり、新築住宅販売用の10節や契約書の作成を業務として行っています。おそらく宅建業に当たると思うのですが、おそらくというか完全に宅建業だと思いますけども、アルバイトやパートは従業者証明書作らない方針とのことで作ってもらえなかったです。これは宅建業法違反には当たらないのでしょうかというご質問をいただきました。はい、皆さんこれどう思いますでしょうか。ね、こういうことがですね、実務だとちょこちょこ起こるんでございます。これですね、実務経験があるっていう、これは宅建士登録をですね、申請するときにですね、従業者証明書とかですね、従業者名簿の写しとか出さなければいけないので、名前が載ってないっていうことになってくるとですね、実務経験がないっていう話になってくるので、これ登録実務講習行きになっちゃうわけなんですよね。こういう方ですね、毎年必ずご相談あるんですよ。これどう思いますでしょうか。これおそらくですね、まだ勤務先に言ってない方とかで、アルバイトなんかで雇用されてらっしゃる方だと、こういう風になるケースって決して珍しいケースじゃないんですよ。これですね、結論から言うと業法違反に当たるかどうかって、これね、思いっきり過去問に出てるんでございます。宅建試験でやってるんですよね。こちらでございます。宅建業者は、その業務に従事するものであっても、アルバイトとして一時的に事務の補助をするものについては、従業者名簿に記載する必要はない。さあどうでしょうか、覚えてますでしょうかというかですね、これもだいたい参考書に載ってるような過去問なんですけれども、はい、これわかりますでしょうか。はい、これですね、答えは、はい、×でございます。これダメなんでございます。これですね、従業者名簿に記載しなければならない従業者ってですね、誰かわかりますでしょうか。これはですね、原則として代表者、あとは役員ですね、これは非常勤の役員を除きますけれども、およびですね、すべての従業員等が含まれるんです。例えばですよ、受付とかですね、秘書とかですね、あとは社長の運転手とかですね、こういった業務に従事する人も対象なんですよ。じゃあ該当しないケースってあるんですかっていうふうに聞かれるんですけど、これケースとしてはですね、あえて言うとすれば、例えばですね、宅地建物の取引に直接的な関係が乏しい業務に臨時的に従事するものっていう人に関しては該当しないというふうにされております。ね、どんな人っていう、私もちょっとあんまり想像つきません。そういう人をですね、雇用されてるのを見たことはないんで、あれですけども、例えばですね、週1だけ来るお茶組みたいな人とかですね、もしいれば、そういう人はですね、いちいち従業者名簿に載せなくていいというようなことなんだと思うんですけども、少なくとも今回ご相談いただいている方に関して言うと、もう完全に従業者に当たりますので、従業者名簿に名前がなきゃいけないし、従業者証明書を携帯させなければいけない人に該当するというふうに、個人的には、まあ、推察しております。なんでですね、この過去問に関しては言うと、アルバイトとしてですね、一時的に勤務するに過ぎなかったとしてもですね、事務の補助をしている以上はですね、従業者に該当してきますので、従業者名簿に記載する必要があるということでございます。これですね、同じような境遇でもし悩んでらっしゃる方いらっしゃいましたら、ぜひですね、ちょっとコメント欄の方にコメントいただければと思います。私もですね、実態どれぐらいこういうケースがあるのかってちょっと把握したいってもあるんでですね、もし同じようなケースで、これ現在そういうので悩んでらっしゃる方もそうですし、過去そういうケースで仕方なくですね、実務講習受けさせられたっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、コメント欄の方にちょっとコメント、もしくはアドバイスをですね、いただければと思います。結構ね、毎年こういうケースあるんですよ。私も個人的にはあまり納得いきません。この方みたいにですね、もう10節とか37条書面作ってる人がですね、いちいち登録実務講習にお金払って時間割いていくっていうのは、私はちょっとおかしいなっていうふうに個人的にはね、
思っているという感じでございますが、どうでしょうかということですね。あと、コメント欄の方にですね、先日ご質問いただいたんですけど、今年の宅建試験でも出ましたから、電磁的記録ですね、IT 重説とか、最近もうですね、主流になってきているっていうふうに言われてはいるんですけれども、実際どの程度の業者が対応しているのかなっていうのは、私はかなり疑問がありまして、まあ、大手さんなんかは大体もうやってらっしゃると思うんですけど、中小企業ですね、不動産業界もほとんどが中小企業の業者が多いので、中小企業の業者はお勤めの方でですね、もう IT 充実やったことがあるという方、もしくはですね、やったことがないという方、そういったですね、ちょっと IT 充実に関してですね、実務どういうふうにやってるかっていうのをですね、ぜひコメントにいただければと思います。あと、それと合わせてですね、一瞬ちょっとお伺いしたいと思っているのが、記名ですね。記名押印の押印がいらなくなったじゃないですか。35条書面と37条書面と。いらなくなったんですけども、私がですね、まだ実務にたまに触れるときにですね、見る書類なんかは、結構まだ押してる書類を見るんですよ。これもちょっとお伺いしたいんですけども、まだですね、宅建士の夏印押させられているという宅建士の方いらっしゃいましたら、ぜひちょっとコメント欄にコメントいただければと思います。これですね、押さなくていいっていうことを知らずに押しているケースと、なんかよくわかんないけど上から押してくれって言われて押してるっていうパターンとですね、なんかあるみたいなんですけども、ここですね、もう基本的にはもう押さなくていいって言ってんで、押さなくていいと私は思っているんですけども、なんかですね、気持ち悪いから押してほしいみたいな感じのことをですね、言われて押してる人いらっしゃるみたいなんで、その辺もですね、ちょっと一回データ取りたいなと思うんで、ぜひですね、実務やってらっしゃる方、記名押印のですね、押印をまだやらさせられているかどうか、あと IT 充設ですね、もう対応しているかどうか、で、対応している場合はどの程度やったかっていうところですね、あとどの程度ニーズがあったかとか、そのあたりに関してもですね、何かちょっとご意見とかあれば、いただければというふうに思っております。ということですね、ちょっとこの方従業員者というふうにですね、扱われてないみたいで、ちょっと気の毒なんですけれども、もしですね、この動画見てらっしゃる方でですね、経営者の方いらっしゃいましたらですね、基本的には従業者名簿にですね、ちゃんと記載してあげてくださいというふうに思います。ということで、コメント欄の方よろしくお願いします。ということで、また明日。